いやみんな、うわ俺ここ一番で言いたかったわ。でもこれ思い出になるから、たくみ、たくみって呼んじゃダメでしょっていうか、みんな世界には何人たくみがいると思う？たくみといえば、あーそっち系か、斉藤たくみの方ね。たくみって200人いるね。あそっか、そうだよな。え、ちょっとここ一番でキムタクよ。それたくみじゃないね、たくやだね。たくみ無限大、それたくやインフィニティだね。北村やっぱたくみ界隈エスティアのたくみ界隈。え、ちょっと待って待って待って、ストリートファイターが動かない。まあそんなのはどうだっていいわ。もう匠アルディーニ、エスティアの北村匠さんとさ、土井さん、なんか土井さんに呼ばれていったらさ、北村匠さんがいて、あの匠界隈トップティアの。俺14分58秒話したんだよね。やばくない？ここ1週間俺この話だけで乗り切ろうと思う。そう、あの SSR の匠ガチャ、 SSR の北村匠さんがいた。ギリ15分はいかなかった。あの猫歌った。そんな安売りするわけねえだろはい、じゃあ歌いますねって。歌わねえよ俺。大興奮でザ・ファーストテイクでみんなね、よく喋れたな。俺超ド緊張してたよ。背景が終わってるよこの話の時の。俺が歌った？もう失礼だろもはや。俺が歌うわけないでしょ14分の内訳、俺が歌う。猫になっちゃった。俺も犬作る？歌、対をなす犬になっちゃったんだ。友達になった？なれるわけないでしょ。え、でもいやすごいのが、いやすごいのが、マーダーミステリー見てくれてたらしい。すごくない？やばくない？マダミスって言葉をかろうじて聞いた。俺の耳が混乱してなければ。え、すごいよね。いや結構ね見るらしいぞ YouTube。 またまたご冗談を。冗談だったのかもな、ワンちゃん。冗談の可能性も出てきた、ここまで来ると。いやでもね、肉声を聞いた。これすごいことですよ。存在しました皆さん、北村匠は存在します。ワンピースは存在する。どん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 、全世界を猫へと駆り立てた。存在します。実物もイケメンだった。いや普通にね、あの電波の波形がイケメンだったね。音の波形が、通話だったんだけど、音の波形がイケメンだった。てか匂いも良かった。電波の海鮮の匂いが良かったわ。めっちゃ味もね美味しかった。五感全てに響いたね。それで回線おかしくなった。北村匠という情報量に耐えきれずに、うちの回線がボロボロになった。北村匠は DDoS だった。ちょっと待って、もうここまで来たら失礼だから。ちょいすっごいことなんだから。いや俺さ、なんかこういうのあると、うわマジか、そんなんだって思わないじゃん生きてて。どこに接点があるか分かんないね本当に。土井さんありがとうございます。